本帰ろうと思います。長かったね、気付けて。いやありがとうございます。いやいろいろ本当に楽しい時間を、いやいや本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ。ありがとうございました。美味しい親子丼を共同作業で作っていただき、美味しかったです。いやマジでまた日本帰ったら、そうやな、連絡してください、会いたいです。これからチャリでまだまだ旅行きましょう。頑張ってください。ひろこさんとの関係も、はい、頑張ってください。じゃあ帰りますか。ほら、頑張って。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、そうです。おやすみなさい。行ってきます。おはようございます。ほら、また。はい。はい。言われましたが、お金がないので野宿してます。寒いです。七日後です。そして3時間後には起きます。行きましょうか。やっとですね、希望法が見えてきましたよ。長かった縦断達成だよ、ついに。どこきつかったっすか？どこもきつくなかったっす。強い男、ホームグッドホーム、希望法到着しました。長かった、やっとだよ。エチオピアがクソだった。多かったよ。アフリカ大陸縦断達成だ。写真撮ろう、写真撮ろう。写真撮ってる風景を動画に収めるという。何枚も撮ってるか、何枚も。イエイイエイイエイ。このミーハーな感じね。ちょっと一回撮ってみて。画面が切れるかどうか。あ、そう感じないですか。おいおい、いつまでそうやってしてんだ。そろそろギアを入れ替えてステンドアップ。もう終わりだと思うのかさ、始まりだと思うのか、それはいつでも自分次第だ。人は気づけばないものねだり、そして後ろを振り返り、見えない未来を不安に思い、過去にとらわれたりするけど、時間はもう戻らないんだ、書き換えることはできないんだ。じゃあ変えられるもの、それはなんだ。さあここからだ、気になればどこからでも立ち上がれるんだ。吹きつける向かい風、全身で受け止めてひるむんじゃねえぞ、エンジン全開で。もっと広い世界へと今駆け上がれ。ちっぽけなもんか、命を授かって未来を目指す。誰もが Believer、 あの日の涙も決意も一つ残らずリュックに詰め込んで、ほらまだ道は続いてく。
が新しい自分を優しく包み込んでく。あもう待ちきれないな、このまま夜明けを迎えに行こう。さあここからだ、その気になればどこからでも立ち上がれるんだ。吹きつける向かい風、全身で受け止めて、ひるむんじゃねえぞエンジン全開で、もっと広い世界へと今駆け上がれ。ちっぽけなもんか、命を授かって未来を目指す。僕らはブリーバー、あの日の涙も決意も一つ残らずゆっくり詰め込んで、ほらまだ道は続いてく。さあここからみんな見てくれてありがとう。じゃあね。まあみんないらないんで、食べてる画像画は大量に見ても。日本帰国してくラーメンのうまさが異常。普段頼まないチャーシュー麺なんか頼んじゃってかな、今日生きててよかった。ごちそうさまです。あー最高。